どうも、りょうです。本日は最近僕がですねハマっている、ジンジャーエール作りなんですけれども、まだ1回しか作ってないんですけど、前に作ったのは生姜 と、砂糖と、シナモンを混ぜて作ったんですけれども、レシピを見たらですねもっといろんなスパイスを混ぜたジンジャーエール作りというものがありまして、それを挑戦したいなと思っているんですけれども、その前にいろいろとされてレシピとかを調べていると、綺麗なコップだったりとか、食器だったりとか、そういうのでもう彩られているんですねで、それを見て、あ、こういうので、できたらいいなと思って、いろいろちょっとね食器を買ってみました。はい、テーブルウェアをいろいろ買ってみたので、それを紹介していきたいと思っております。よろしくお願いします。このサイトを使って購入しました。まずは、これは僕が使っているコーヒードリッパーの会社ですね。はい、ヒントの、お盆お盆って言い方でいいのかな、コップとか、ちょっとしたものを載せておく用の、お盆です。はい。お盆を2種購入しました。あとは、どれがどれだ?あ、コップからいこうか。多分これコップだと思うんですけれど、スコーン5ブレット、クリア、2つ買ったんですよ。クリアとグレー、2種類あります。先にクリア開けてみようか。ちょっと近すぎてピントが合わなかった。はい。じゃあこちら開けてみましょう。深めの、円柱と言いますか、はい、円柱型のコップです。お、かわいいですね。ちょっとガラスが薄めなので扱いには注意ですけど、すごくここの足のところがかわいいなと思って、購入してみました。ネットで買ったんですけれど、実物は見てないので、お、良さそうですね。ちょっと飲むのにいいサイズです。たくさん飲むにはあれかもしれないですけどね。はい。あ、こんな可愛らしい。箱可愛いですね。はい。グレーはちょっと期待しているんですよ。おお、ここの足のところがグレーで、はい、こうやって見比べてみると、全然違いますね、雰囲気が。これと、あともう一種類が、アンバーだったかな、ちょっと赤みがかった足、オレンジっぽいかったかな、ちょっと覚えてないんですけど、あ、いいですね。黒いやつも。かわいい。あ、いいですね。ここのところがちょっとぷっくりしてます。
あ、こっちはぷっくりしてない。これはあれかな作りの問題なのかしら。ちょっと詳しいことはわからないんですけれど、はい、物によって個体差がありそうです。これはこれと、これなんだっけな、これ、ね、これのワンセットだったかな、これとこれが。はい、ちょっと大きいやつから開けてみよう。猿はい、急須です。はい、この色合いとこのなんだろう、コンパクトさというか、これがね可愛いなと思って、形ね、あと形がすごくいいなと思って、これね、コップを探してた時にこの急須を見つけてしまいわ、この急須めっちゃ可愛いと思って、これは衝動買いですつい、まあ、急須可愛らしいやつなかったんで、これは買ってしまいました。で、中は、あ、すごくいいですね。あー、はい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 、深めのこの茶葉が入れられるのいいですね。紅茶とか、そのあと普通に緑茶でも、水を入れることで、お湯入れてさ、そのフローを漂わせることがしやすそうなやつですね。はい、とこれセットだったんですよ。でセットについてきたのが、これなんだっけな。お、そうだそうだ、コップというか湯飲み。あ、湯飲み2個ついてる。まあそりゃそうだめっちゃ湯飲みかわいい。見て見てこれ。僕の手が大きいのかコップが小さいのか分かりにくいですが、結構ちっちゃめですね。うん、エスプレッソ2杯分ぐらい分かりづらいうん、あ、でも手に収まるぐらいのかわいいこのコップ。うん、色合いもこの、最近白が好きなんですけど、なんだろうね、クリームがかった白です。うん、わあかわいい。でこれが山桜。じゃん。おお、これコースターです。へえ。すごいなんかツルツルな質感のいい木って感じがします。木のコースター。これでこうだ。おお、かわいい。かわいいよ、ほら。あ、すごいいいですね。色も全然違う。なんかこっちちょっと黒くない？ちょっと明るい木の色に対して、こっちは少しくすんだ色をしてます。うん。あ、でも、裏の感じは僕こっちの方が好きだな。表は、こっちの方が好きかな。あ、いいねいいね、全然印象が違いますねこれ、右と左で。この陶器のブランドはサイルって読み方で、いや、ちゃんとした名前を知りたいななんて読むんだろう。で、僕が買ったのはこのユイというやつですね。あ、これコースターじゃないのか。完全にコースターとして思ってたけど、こうなんか和菓子に乗ってますね。あ、この使い方かわいいですね。丸いのがいい。全部このくるんとしてかわいらしいフォルム、そう、愛らしいフォルム。うん、急須を買ってみました。これはもう本当に
ジンジャーエールとか関係なしに僕がいいなと思って買ったやつです。はい。あとはコースターを、これですね、2つ買ってきました。でこっちが、ダブルティーの、コースターですね、うん、ちょっと海のデザインのコースターで、まあ、ちょっとねいろいろお店で見たんですけど、ここの多分なんだろうな、プラスチックかわかんないですけど、これと木のはまり具合が物によって全然個体違くて、かなり個体差があって、でこれもねちょっと斜めってんのね、ここがね、まっさらじゃないんですよ。だからほらカチカチしてる。これ買ってから気づきました、ここの斜めだなっていうのは。ちょっといろいろ見比べてたんだけど、ここが浮いちゃってるやつとかもねあって、それは嫌だなと思ったんですよ、うん、あとはここの木のところが、ね、この結露してさ、その水滴がついた時にどうなっちゃうか、物によってほら木製のやつってシミになっちゃったりとかするんで、まあ、そういう風になんなければいいなっていう風には思ってます。はい、でも可愛いね、うん、でこちらのコースターが、ももち発信100の道に、まあ、発信って書いた、ブランドなんですけれども、ちょっとねこれが青と、でここに金色のなんだろう刺繍みたいなのと、まあ、刺繍ではないんですけど実際には、でここが、茶色で、すごく色合いが可愛いなと思って、で裏が紺色です。このコースターも可愛いなと思って一緒に買ってみました。うん、まあこっちでもいいし、うん、で最初これ見かけた時はランチョンマットを見たんですけど、ランチョンマットもねすごく可愛いなと思ったんですけども、試しにちょっとこの柄、このコースターというちっちゃいやつで買ってみてどうかなっていう、試しにちょっとこれは買ってみました。さあ、というわけで、まあ、早速ジンジャーエールを作っていきたいなと思っているんだが、はい、で、レシピなんですけれども、今回は、北欧暮らしの道具店というサイトで紹介されているジンジャーエールスパイス香る辛口ジンジャーシロップっていうのを、作ってみようと思います。で材料なんですけれども、まあ、砂糖が、これまだ開けてないんですけど、砂糖が 100g で、蜂蜜が大さじ1杯と生姜が 100g で、これがね200あるので、今回200で作りたいと思います。なので2倍ですね。なので砂糖も 200g 使います。結構な量です。と、スパイスが、こちらですね。はい、スパイスがこちらですね。でこれがシナモン、で唐辛子で、これがアニス、八角ですね、と黒胡椒を、でこれがクローブです。はい、すべてカルディで購入しました。ありがとうございますということで、まずはそうね、砂糖を200これ入れちゃおう。天才糖で作ったら美味しくなるかなと思って、何も考えずにちょっとこれを、普通の白砂糖あるんですけど、ちょっと今回は頑張って買ってみました。初めて天才糖を買いますよ、僕は。200だからね。どうしたの？よいしょ。ゼロ。200の砂糖ってすごいな。どうしよう、これで100なんだけど200入りきる？
200.5。 まあまあまあすごい量だぞこれ。しまうやつがないんで、これで冷蔵庫入れときます。シュガーマウンテンだよもうこれ、すごいよ。こんなに砂糖使うこと初めてだよ。生姜ちょっとこれ洗ってきますね。よし、はい、きれいになりましたよ。生姜のね、なんかいい切り方っていうのがよくわかんないんだけど、まあ適当に切っていきましょう。ついてるのか。ちょっとね、こう丸いからね切りにくいね。これ半分にしちゃっていいか。結構な量になるぞ。動いちゃってめんどくさいから、うん、こういうところはどうなんだろう。めくっちゃった方がいいのか、こういう赤いところは。前作った時ね、たわしでゴシゴシやったからねそしたら取れたんだよね、ここら辺は。あんま気にしてないんだけど、まあいっか。その方が楽や。何ミリ間隔とかって書いてある。2ミリ太いな2ミリって難しいな。もっと薄く。2ミリって2ミリってこれぐらい。2ミリって言われるとめっちゃ薄くしてる。あ、一回ちょっとコップがカタカタいっちゃう。これ一回どかそう。スライサーを使えば多分簡単なんでしょうけど、僕はね意外とこうやって包丁で切るの好きなんですよね。これちゃんとできてる？あ、くっついてる。あ、くっついてる。くっついてる。あ、太い。まあまあまあ、この辺は気にしたの負けだ。
これとかちょっと分厚いね。うん。でもきっとこのうまく薄く切れると味も良くなったりするんだろうな。なんか染みてきそう、味が。包丁で食材切ってる時のそのリズムよくトントントンって切れた時と、あとその指を切らないようにその真剣にっていうあの集中感がね、うまく集中できてた時嬉しいんだよね。普段あのキッチンの方でやるから、何ミリだろうなこれ。4ミリぐらいあるかな。よいしょ。なんか最後もうなんか形がよくわかんない。ぐちゃぐちゃになってきちゃった。すごい量だな。はい。そしたら具材を全部鍋に入れて火にかけるんだけども、お水が200だから400か。300と100、お砂糖 200g。 うわーすごい。はい、お砂糖入りました。蜂蜜が大さじ1、めっちゃ残ってるけどね。ちょっと多めにしようか。まあこんなもんか。はい。2スプーンで。こういうところはね、不慣れなんですよ。あんま慣れてない。と、はい、この切った大量の生姜、これを入れますと。で、鷹の爪はこれ切っといた方がいいかな、もしかして。そうだね、切ってるね。ちょっとこれは、じゃあ種も取んないとだよね。鷹の爪、
とシナモンとコショウとアニスとクローブ。はい、これで全部入りました。はい、そしたら、火にかけます。沸騰する手前で弱火にして、10分から15分煮る。沸騰する直前ってなんか難しいと思いませんか？グツグツしているぐらいなのか、もっとその前に止めちゃっていいのか。沸騰しちゃったらだってダメなんだもんね。お味噌汁と同じ感覚かな。すごいね、なんかスパイスの香りがすごい鼻がツンとする。くしゃみ出そうになる。全く美味しさの伝わらない言い方だけど、鼻の通りは良くなりそう。そろそろ沸騰する直前、沸騰する直前、グツグツいってる。もうちょい、ここら辺だ。よしよしよし、ここで、ここで弱火にする。弱火になってる。ここなんか で、ここから10分から15分。色すごくない？あれ前作った時さ、こんな濃くなかったよ色。もうちょっとね透明の色してたけど、これはあれかな、砂糖の種類とスパイスを入れた影響かな。すごい楽しみ。ちょっと様子を見ながら僕はお片付けをします。今回のジンジャーエール作りでスパイスがこんなになっちゃってさ、でもうまいことなんかしまえないかなと思って、まあこういうのも買ってみたんだけど、使わないからな普段。そこ可愛いでしょ、この保存容器。うん、スイーノースレジェーハチャバトゥリー、チャバトゥリーこの買ってみたんで、試しに入れてみようか。例えばこのブラックペッパーを
とても ASMR 的だったね。あ、ちなみにさ、お、と、いいんじゃないですか。うん。ちょうどここのくぼみに上のやつがやっぱり重なるようになってて、これもサイズが3つぐらいあったかな。うん、いろいろあったんで。うん、でもね、すごくこの雰囲気は僕これ好きですね。うん、ただしょっちゅうこの子たちを使うかって言ったらそういうことはないので、うん、見た目的なところで、ね、アニスとか入れたら可愛いんじゃない？わかんねえ。ちょっとわかんないね。うん。ちょっとね、試したいことがあってさ、そのカルディでそのスパイスを買った時にこういうの見つけたのね。バタフライピーシロップって言って、まあバタフライピー自体には味はないんだけど。まあ本当砂糖の味になってるのかな。ちょっと柑橘系混ざってたりとかするのかな。原材料砂糖水飴着色料しか書いてないから、なんか風味ついてますみたいなこと書いてあったけど、まあそんなに味はないと思うんで、まあ色付けですね。よいしょ。でこれをね使って。なんかできないかなと思って、バタフライピーって紫だよね。だからこれファンタのメロンソーダと混ぜたらいい色出るんじゃないかなと思ってちょっと買ってきた。ねえ、氷あるからちょっとこれね試してみようと思って。これができるぐらいがちょうど10分ぐらいだ。で、飲みながらちょっと混ぜて15分。よし、じゃあ早速入れてみようか。どんな感じかな。もう初めて言う。バタフライピーって存在はしてたけど、初めて使うから。おー、わかる？もうちょっと入れていい？こんなもんかな。はい。2。ちょっとだけ飲むね。あんま。ああ、でも美味しい。2。入れると混ざっちゃうかな。あ、シロップって逆か、入れるの。あ、そうな。だ、本当はファンタメロン入れた後にシロップ入れればよかった。よいしょ。おおなんだこれは。これはマレフィセントだね。マレフィセントみたいな色してるね。あ、だんだん混ざってきてるねこれ。ちょっと違うかな。うわ、うわ、さすがシロップ重いね。すごい重い。うん。
れすぎたかもしれない。はい、ちょっと飲んでみようか。はい、いただきます。かき氷のシロップ飲んでるみたい。これに炭酸入れたい。もうちょっとファンタグレープ、ファンタグレープって言っちゃうな。ファンタメロン入れて。いやー、なんか毒々しいな。ファンタメロンがそもそも甘くて、でこのバタフライピーシロップっていうのもシロップだから、甘いシロップの以外に何物でもないから、まあ甘い。うん、あの飲み物飲みながら喉乾く感覚わかるかな。そろそろ良さそう。消します。うん、よし、じゃあそしたらこれでしばらく放置して、余熱を冷まします。甘い。ほい。というわけで、熱もだいぶ下がりましたので、はい、これで完成かな。これを容器に、わっ、移していきましょう。変な声出た。これに全部入るかな。難しいかな。溢れちゃいそうな気がするけど大丈夫かしら。しこれ注ぎ口がないからこぼれちゃうな。念のためこうしといて、ごめん、映りのこと何も気にしてなかった。こっちからよかった。あ、でもいけた。よいしょ。で、あ、全然余裕だね。これも全部入れちゃって、無事にジンジャーシロップができましたので、これからジンジャーエールを作ってみたいと思います。大さじ2杯ぐらい入れてみようか。ちょっと取りにくいな。よいしょ。1、2、よいしょ。炭酸を、
というわけでジンジャーエールができました。早速ちょっと飲んでみようか。いただきます。うわぁ、うわぁ、めっちゃうまい。わぁ、これはね、わぁ、これいい。お、あ、ちょっとどうしようかな。いい、いいや、まあいいや。これはね、めっちゃうまい。ベルキンソンのあの辛口のジンジャーエールにとても近い味です。そのまあ厳密に言うと味違うんだけど、そのでも喉にピリッとくる感覚とか、口になんか漂うスパイスの感じが、風味がすごく似てる。うん、僕が作りたかったジンジャーエールってこれ。これだよ。わあ、すごい嬉しい。これ自分で作れたの嬉しいな。もうちょっと入れよう、これ。もうちょっと、ちょっとだけ足してもいいかな。十分だわ、これ。これ十分ですね。うん。で、こんなにあるでしょ？これだったらどのぐらい飲めるんだろう。もうちょっと入れよう。うん。このコップ、だから、まぁちょっと、その、サイズ的にはちょっと少なめなのかな。うん、300弱ぐらいかな、いっぱい。ああ、おいしい。うん、でもあれだね、入れれば入れるほどじゃあ辛くなるかって言ったらそうじゃなくて、結構砂糖も入ってるから甘みも出てくる。うん、だからやっぱ大さじ2杯がちょうどいいのかな。わあ、あ、嬉しい。これは嬉しいな。うん、いい、すごくいい。うん、よかった作れて。うん、でこのコップもすごく可愛くて、うん、白いね。これは雪塩チンスコ。うん、まあでもまあイメージ的にこういう雰囲気。このトレイ、うんうん、あ、いいんじゃない。もうちょっと飲んじゃったけど、これ。このシロップは冷蔵保存で
2週間ぐらいを目安に飲んでくださいとは書いてありましたので、2週間あったらもう全然飲み終わっちゃうわ。1日1杯飲んでても1週間で多分なくなるんじゃないかな。これうん、うわーなんか嬉しい、いっぱいあるいっぱいできた、やったー。はい、スパイスもいっぱいあるから、で砂糖もあるし、あの生姜さえ買ってくればまたできる、やったね。うん、はい、というわけで、今日はなんだっけ今日あ、ジンジャーエールにハマったきっかけにいろいろなテーブルウェアを買って、でスパイス多めの本格的なジンジャーエールを作ってみましたでした。はい、工程をね見てもらったらわかるように、すっごい作るのは簡単です。うん、そんな失敗することもないと思うので、はい。もし辛めのねジンジャーエールが好きであれば、試してみてください。甘めのジンジャーエールが良ければスパイスをね少なめにしたりとか、唐辛子とかそういうのなくすと、甘めのジンジャーエールができると思います。ぜひやってみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。ではでは。夏まで気をつけてくださいね。まだ夏じゃないけど暑いので、しっかり水分とってください。